憧れの踊りだって、きっとその明日もまた同じ日が来るのだろう。幸福は一生来ないのだけれども。はい、そこまで。怖かったね。でも生徒会室に忍び込んだりするからだよ。なんで？あれ、しずこわからないんですか？うん、そしてたくさんの人に歌を届けること、あなたの理想のヒロインになりたいんです。しずこ確保。かすみさん、何？りなこラジャー、りなちゃんボード高速。ちょっとこれじゃ前が。これが私、逃れようのない本当の私。22点。にゃんにゃん、かわいいじゃん。全然可愛くないよ。次の舞台、お化け役もいけるって。目覚め、スクールアイドル数あれど正義のアイドルただ一人、助けを呼ぶ声聞こえれば歌声聞かせて信じよう。ここからは私のステージよ。新色カビブルーハリケーン。どうしよう、風で煙が。おいたはそこまでです。まあそれならよかったけど、ちょっといい？これって演劇祭のお礼、似合うと思って買っておいたの。しずくちゃんもね、花柄のスカートすごく似合ってる。本当ですか？恐ろしい姿であるがゆえに、愛する気持ちを少女に伝えられない野獣。一方、少女もまた野獣に惹かれていく。そんな二人が初めてダンスをする夜、たとえ言葉を交わさなくても触れ合う手と手が互いの気持ちを物語る。これ、変ですか？すっごくいいよ。やっぱり次々と現れた悪しき野獣たちは皆心を改めず、本当の獣になってしまった人間なのです。セクナならここにいますよ。セクナスカーレットストーム。今日もまた世界を救ってしまいました。まずは私たち3人が皆さんを夢のようなステージにご招待します。先輩、幾多の旅へ続く扉はぐるぐるしちゃってさ。力入りすぎですよ。私はバレーボール部のエース。球技が苦手な私でもこうやって役に入り込めばどんなボールでも絶対返せるはず。無だ無だオフィリア、お出迎えしてくれたのね。こいつ噛まないの？オフィリアはとってもいい子だから大丈夫ですよ。カナタさん、食べる？ありがとうございます。アスミ、一匹だけ。よしよし。でも今はちゃんと勉強しないと、ニャンニャンがワンワンになっちゃうかもよ。ワンワン。この、私たちもやりますよ。憧れの踊りだって、きっとそのに体験入部しましょう。カリンさんにぴったりのお話があるんです。大勢で見ると楽しいですよ。可愛いですね。
撫でてもいいですか？どうぞどうぞ。えそれ冷たいです。キラキラつながってスクールアイドル数あれど正義のアイドルただ一人、助けを呼ぶ声聞こえれば歌声聞かせて神殿をバブルダイブ。Huh?